18世紀のアイスランド語者本 SM66 のサシエヒュミルとは北欧神話のトールの水ガルズのオロチスリにまつわる現象に登場する海の巨人である。これを題材とした文献は複数存在し、スノーリノエッタのギュルビタブラカシやコエタのヒュミルの歌のほか、ブラギボッタソンのラグナル昇華、ウルブーカソンのオタテ昇華にも異説が伝わっている。また、 アルトナ石碑などのルーン石碑にも、トールと水ガルズのオロチの対決をモチーフとした戦国画が描かれている。ヒュミルについては、海の巨人ということ自体は変わらないものの、最低でも二通りの人物造形がある。トールがある日若者に変装しこの巨人を釣りに誘う。巨人、ヒュミルは変装したトールが神であることを知らなかった。そしてヒュミルは、トールに餌を持ってくる、よう提案する。 トールは特別なお牛の中でも一番大きい牛の頭を切り取り、それを餌として、ヒュミルと共に海へ出た。そしてトールが釣り糸を投げ、間もなく餌に水ガルズのオロチがかかり、トールは心理気を振るって、水ガルズのオロチを海上へ引き寄せることに成功し、ハンマーで世界蛇を叩こうとした瞬間に、ヒュミルは恐れをなして、竿の糸を切ってしまい、オロチは海中へと帰っていった。 トールは激怒し、ヒュミルを海に叩き落とした。死のエッタの1893年のスウェーデン後のバンよりフレデリック・サンダーが描いた差絵。トールはテュールと共にエール詩を醸造するのに必要な大釜を手に入れるため、エデリバーガル側の東の天の縁にある巨人の館を訪問する。そこで彼らは夕食を取ることになる。彼らは用意されていた3頭の牛のうち2頭を平らげてしまう。 ヒュミルが家にもう食べ物が残っていないと文句を言うと、トールはヒュミルを釣りに誘う。沖へ出るとヒュミルはクジラを釣り上げたが、トールはヨルムンガンドを釣り上げこれをミョルニルで打ち沈めた。館に帰るとヒュミルはトールに課題を出した。内容は絶対に割ることができない坂を割ってみろというもので、その坂は床に落としてもまた手の中に戻るという貴重なものであった。トールは 巨人の妻を味方につけて弱点を聞き見事あることに成功する。トールは当初の目的である大釜を持ち上げてそのまま勘を出る。トールは大勢の巨人に追われるがハンマーで巨人たちを殺害してしまう。ありがとうございます。